脱炭素銘柄はこれから伸びると思いますか？主婦なので今まで食品メーカーばかり見ていましたが、エネルギー系ベンチャーに手を出そうか悩んでいます。環境系は僕基本的にはきれいごとのブームだと思ってるので、例えば脱原子力みたいなこと言ってるんですけど、いろんなところでクリーンエネルギーとか、なんだかんだ言ってクリーンエネルギーうまくいかないですよね。結局エネルギー供給安定しないので、イギリスの電力がなんか2倍だか3倍とかになったんですよね。その風力発電とかが思った以上に電力出ませんみたいなことになって、でももうクリーンエネルギーにしちゃった以上電力上げなきゃいけないよねみたいなことになって、なので結果としてその原子力とかやってる方が便利だよねっていうのがあって、で中国もその石炭発電やめたせいでめちゃめちゃ停電しまくってて、で最近そのテスラの工場とか電気止められてるらしいんですよね。これがすげえな中国だなって思うのが、そのテスラとか外資系の工場から順番に電力切られてくるんですよね。その中国の中国製の会社は全然電源切られないんですけど、その外国製の工場だとお前とこ電気流さねえからって電気切られて、その生産ができなくなるっていう、そういう状態なんで、 iPhone の工場とかもなんか電気切られてるらしいんですけど、割と環境っていうのを意識しようとするとその電源切られちゃうんですよね。なので、石炭とか石油とかに、その原子力とかに頼らないと安定的な電力はなかなか確保できませんよっていうのは、世界中あんまり変わらないんじゃないかなと思います。